あなたのワイドスクワット、本当にお尻に効かせられていますか？お尻に効かせるワイドスクワットのフォームをご説明します。皆さんこんにちは。パーソナルトレーニングジムフィス大阪代表の池本です。今回も科学的エビデンスに基づいた正しいフィットネス情報を発信していきたいと思います。動画は毎日22時公開。よろしければチャンネル登録してチェックしてみてください。お尻を綺麗な形にしたい、ヒップアップしたい方って、足幅広めのワイドスタンススクワットをやる方が多いですよね。でもこのスクワットって意外と難しくて、お尻にちゃんと効かせられてる方って結構少ないんですよ。今回はこのワイドスタンススクワットについて、お尻に効かせるフォームを徹底解説していきたいと思います。まず一般的なワイドスタンススクワットのフォームですが、こちらのように足幅を肩幅より広めに開きます。このどれぐらい開くかっていうのは人の骨格によって個人差がありますので、いくつか試してみて、自分の骨格で自分が一番お尻に効かせやすい足幅っていうのを見つけてください。まずワイドスクワットで効く部位なんですけど、こちらのように太ももの前の筋肉にも効きます。そしてふくらはぎですね。そして内転筋という内もも。そしてお尻にも当然効きますし、太ももの裏ももですね。ハムストリングスにも効きます。これらの筋肉を動員して行うのがワイドスタンススクワットなわけですね。ですのでやり方によっては太ももの前にしか効かないとか、内ももにしか効かないとか、そういった不具合が起きてくるわけですよ。じゃあきちんとお尻に効かせるワイドスタンススクワットはどうやったらいいのということなんですが、順番に細かく解説していきたいと思います。まず足幅は肩幅より広めに開いて、これは開きすぎも良くなくて狭すぎも良くないんです。自分がお尻に一番効くという位置を見つけてください。そしてつま先を通常のスクワットよりも少し外側により広く開きます。そして大事なのが、しゃがんでいくときに膝の方向をきちんとつま先の方向と同じように広げていくということなんですね。これは膝を開きすぎても足の裏が浮いてしまいますし、膝が内側に入ってしまうと太ももの前に効いてしまいますので、つま先の親指と同じ方向に膝を割っていくようなイメージで行います。でしゃがむ時なんですけれども、結構ワイドスタンススクワットって上体を前傾せずに垂直のまま降りていく方が多いんですけど、これだと結構つま先重心になってしまって太ももの前に効きやすくなりますので、上体は自然に前傾するのが正しいです。こんな感じですね。こんな感じで前傾するのが正しいんですよ。で前傾するとお尻の筋肉が伸びるんですね。かつ体重は常にかかとに置いておいてください。かかと重心で行うとお尻に効きます。こちらの動画のように自然に上体を前傾することで、お尻の筋肉がよりストレッチされますので、お尻の筋肉に刺激が入るということになります。かつ上体を前傾することでかかと重心にもなりやすくなります。かかと重心のまま体を落とし込んでいって、かかとで床を蹴って立ち上がっていく。これがお尻に効かせるワイドスタンススクワットなんですね。でまずはこのベーシックなワイドスタンススクワットのフォームを覚えてください。そしてお尻に効かせることができるようになったら、まあこればっかりやってても飽きてしまうので、3つバリエーションを紹介したいと思います。まずはワイドスタンスのしゃがんだ位置、ボトムの状態で左右にステップを踏んでいきます。ずっとしゃがんだままですので、お尻にずっと負荷が乗ったまま左右に動きますので、これはかなりしんどいですが効きます。もっと負荷を増やしたい方は、膝のあたりにゴムバンドを巻いていただくと、膝を開くときにお尻の中殿筋とか大殿筋がより刺激されますので、よりお尻が痛くなります。効きます。次にちょっと変わった種目ですけれども、ワイドスタンスでしゃがんだ状態で片足を内側に入れていくという動作です。片足を内側に入れることで、軸足となっている方の足のお尻に瞬間的に強い負荷が乗りますので、これもかなりお尻に効きます。一瞬ランジのような形になるということですね。股関節の動きも入りますので、股関節周りの柔軟性アップにも効果的です。最後にサイドランジですね。左右のかかとに体重を乗せていく感じで、片方の足を曲げて片方の足を伸ばしていきます。体操でよくやる伸脚みたいな感じですね。でこの時も片方の足に体重を乗せる時に、きちっと上体を前傾させてお尻を後ろに突き出すような形にすると、しゃがんだ時にグッとお尻に負荷が乗るのがわかると思います。以上がお尻に効かせるワイドスクワットのやり方です。ワイドスクワットをやっているけれども内ももにしか効かないとか、太ももの前側にしか効かないという方は、ぜひ今回の動画を参考にやってみてください。ご清聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。フィス大阪では全店無料体験、出張パーソナルトレーニング、オンラインパーソナルトレーニングを受け付けしております。概要欄のホームページをご覧ください。 Twitter、Instagram もフォローしていただけたら嬉しいです。すべて概要欄に貼っております。他の動画もぜひご覧ください。